ユリイカ研究所です。今回の研究材料はこちら、マスターグレードのウィングガンダムゼロ。こちらをですね、 RG ジオムさんに続き一人のみ制作ライブで作ることができるのか研究したいと思います。エンドレススワルツ、ちょうどゴールデンウィーク中に YouTube さん公式配信されてて話題になってましたよね。配信してて見られなかったんですけども、パーツ数もめちゃめちゃたくさん入ってそうなんですけども、武器とかもやっぱりこのね、羽とかもね、どうなってるんでしょうね、パーツ分けね。こちらを作っていきたいと思います。それでは研究開始。おー、ブー、配信の見やすい準備も必要の開封をしていきたいと思います。こちらの、はい、説明書がめちゃめちゃボリューミー、分厚いです。まあ、設定のねことだったり、インタビュー記事とかも記載されているんですけども、はい、前回のアルジージオングさんで学んだところで、結構最新のキットはこの胸や各パーツ部品ごとに割とランナーが集まって作りやすくなっていたので、全部ベリベリっとするよりかは最初に使うものをこのランナー縦に用意しておこうと思います。で、こちらが羽ですね。だいぶ大きいです。羽でこの大きさすごい細かく分けられているので、まあ最初はカラーパーツ青から作ることになるので、こちらの GF パーツを出していこうと思います。青胸部パーツに使うものたちです。A ランナー、GHI ランナーを用意しました。電車デカールのこの多さにただただ驚いておりますが、めちゃめちゃ全部だって番号最後157番とかになってますけども、すごい数なんですね。はい、はい、ではここからお顔、頭の部分を作っていきます。こちら B の G、 目のシールを貼ります。涙袋みたいなところもパーツがおっと分かれてました。はい、ここまでできました。まだちょっと肩のね、ここまた別で間に挟むところはなんですが、説明書通りでここまで作ることができました。ハンドパーツのね、ここも白色なんですよね。かっこいいです。ここが肩の間に挟むのに間違って切ってしまったパーツなんですが、なくさないようにちゃんと保存したいと思います。右腕も全部完成しての、まあ、ここまで作ることができました。まだ左肩のこの部分、この三段になっている羽みたいな部分ができてないんですけど、こちらを作っていきたいと思います。小松の姉さんの登場です。さすがに真上すぎて説明書が
見えません。かわいいけどちょっとどいてくれませんかね。ここにいるのですか。いるのですね。はい。でここが、はい、ここなのですが、上によいしょパーツを、これをはめたら固定できるはずですね。左肩もこちらですね、できました。すごいね、ここも開いたり閉じたりします。で、この子も結構ね、いろんな形で変形するので、このあたりのパーツもすごい外しやすくなっているので、しっかりはめていきます。ここのパーツがね、やっぱり何度か結構しっかり押さえてはめたんですけどね、外れることがあるので、なくさないように気をつけたいと思います。よいしょ、あ、ここですね。これを、これは君はもうちょっとしたら、はい、足の組み立てになります。中の骨組みですね。すごいです、ここだけでもこうやって動くことができます。こちら同じものをもう一つ作っていきます。はい、足首ができました。こちらもこんな感じで動きます。あ、ここはそんなにですね。はい、いきなりドーンな、こんな感じなんですけども、こちらはエントリーグレードの限定バージョン、このお菓子が入ってたエントリーグレードの RX782 ガンダム。ちょっとこう色はね、ちょっと違う、なんだろう、メタリックっぽい感じ、ちょっとツヤがあるタイプ。こちらをですね、実はコラボ制作ライブ、ゆるもー制作コラボライブで制作させていただいたものとなります。そして、2時間のコラボライブだったんですけども、まあ、お話もねすごい楽しくてあっという間だったんですが、私は割と早くにこのガンダムを作ることができたので、このウィングガンダムゼロエンドリスワルツさんの羽をですね組み立てました。いや、もうすごい、このね、めちゃめちゃ動くんですよね、こことかね。もうびっくり、閉じたり開いたり、はい、美しい大きい羽を作ることができたので、こちら羽をつけて完成となります。つけていきたいと思います。よいしょ。制作ライブ楽しいですね。誰かお話ししながらの、コメント読みながらの、まあゆっくりゆっくりにはなってはしまうんですけども、でもよいしょ、楽しかったです。またやりたいですね。ちょっとでこの持たせるのはちょっとまた取れてしまいそうなはず。そう、はい、こちらとこのままでギュッ。すごい、これ動画ではもう一本になってるんですけど、え、ま、え、なん、最初の動画撮ったいつぐらいの、3月4月頃になる、え、それは言い過ぎ、5月頃なのかな。今もう7月なんですが、はい、こちらね、中に、あとはここ2箇所かな、見れば完成なんですけど、先に羽をつけてしまったんで、パチンと、はい、作ることができました。あ、やっぱり持たせない方がいいね。ちょっと寝かせたままになってしまいますが、よいしょ、
はい、ということで羽をとりあえずつけることができました。こんな感じです。はい、立たせることもできました。なんとかちょっとね、関節が広がっていきそうで怖いですね。はい、ということでティラマスターグレードのウィングガンダム、おっ、シラス来るのか、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツさん完成しました。羽が本当にお美しくて、こちらそうですね、塗装とかでグラデーションなどするとさらにかっこよく美しくなるんだろうなと思いました。いや、結構制作ライブ何度かに分けてので、そして最後ちょっとコラボ制作ライブで羽を作らせていただき、時間かかってしまったんですけども完成することができました。嬉しいです。はい、こちらも飾りたいと思います。そして、最後に告知ですね。7月の28日にですね、またコラボ制作ライブ決定しました。水木ももかちゃんと田内ともみちゃん、ももちゃんとともみんな、今回は3人で制作ライブをさせていただきますので、ぜひとも、配信ご視聴いただけると嬉しいです。配信はこちらゆりいっか研究所チャンネルで配信させていただきます。多少詳細などは Twitter や、YouTube のチャンネルからご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。そして、ゆりいか研究所サブチャンネルができました。主に釣りの動画を上げさせていただいているんですけども、釣り大型チャンネルの方もですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったよと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではぜひ次の動画も見てくださいね。それではそれではおつたまこでーす。